はい、どうも皆さん、こんにちは、ポニーです。ということで、今回は、3日で、アンリアルに行ったプロゲーマーが、ランクを上げる方法をね、解説していこうと思います。それでは行ってきましょう。レッツゴー。今回は、5つの項目に分けて、解説していこうと思います。早速、1つ目のね、解説をしていきます。1つ目は、どのモードがいいかです。こちらは、ランクを上げる上で、ソロ、デュオ、トリオ、スクワット、一体どのモードがランク上がりやすいのかっていうことなんですけど、個人的な意見を含むのでね、参考程度に考えていただければなと思います。結論から言うと、自分はデュオがおすすめです。理由としましては、ソロは敵のレベルが高く、個人の実力を必要とするのでリスクが高いです。そして前まではトリオ、スクワットをねおすすめしてたんですけど、今シーズンはゼウスの雷がありますよね。個人的にトリオ、スクワットなどみたいな人数が多いモードだと、1回の戦闘に時間がかかったりして、別パーティーからのサンダーが飛んできたりして厳しいです。また人数が多いモードだと、気をつけなければいけない敵の射線が多いので、倒されるリスクが高いんですよね。その点デュオだと2人いるので、個人の実力をソロより必要としないし、射線管理も比較的楽なのでおすすめです。二つ目は武器構成についてです。これは自分が使いやすい武器構成を選んでいただければいいのですが、個人的におすすめなね、武器構成を紹介します。僕の武器構成は、オートショットガン、スナイパーライフル、回復に湧く移動系という感じで、回復は医療キット、デカポ、チャグスプがおすすめです。この武器構成は自分から攻めない人用の受け身構成です。敵から詰めてくるのを想定して、オートショットガンの近距離カウンター、そして遠距離からのラッキーキルを狙うためのスナイパーを持つ構成となっております。こちらは参考程度にお考えください。三つ目は、ランクでしてはいけない行為についてです。これは、それをすると敵にやられやすいよというのをね、解説していきます。一つ目は、羽で高く飛ぶことです。基本、羽で飛ぶと撃ち落とされるので、できるだけ羽を使うのは避けましょう。二つ目は、味方と離れる行為です。これは、味方とは離れないでねという意味で、当たり前のように見えて、できてない人が多いです。個人的には、味方とくっつきすぎると逆にやりにくいので、常に自分の視界に味方を入れて戦うようにしましょう。お互いが見合える距離にいることによって、いつでもカバーができます。3つ目は初動詞です。これはランクでは初動詞するとビクロイ分くらいのマイナスをされるので絶対に避けましょう。 NG な行為は他にもいっぱいあるのですが、この3つは特にしないようにしましょう。4つ目はサンダーの対策についてです。はい、これは今シーズンランクを上げる上でね、サンダーの被害にあってうまく勝てないよという方が多いと思います。そこでサンダーはどう対処するのかをね、教えていきたいと思います。サンダーは撃ってくる時の音が大きくて分かりやすいので、基本は音が聞こえたら自分が今いる位置から離れましょう。しかしこれだけではよくないので、翼などをね使う人が多いと思うんですが、先ほど言ったように翼で飛ぶのはリスクが高いのでやめましょう。じゃあどうするのということなんですが、ショックウェーブを使いましょう。基本は音が鳴ったらショックウェーブを使って逃げるか、位置を変えて撃ち落としましょう。ショックウェーブはマップの一部の NPC が売ってるので確定でゲットできます。次に味方を捨てましょう。ひどって思った方、ランクで一番やっていけないのは全滅です。味方がやられて蘇生してる時にサンダーが飛んでくることが多く、蘇生をしてサンダーが来て全滅というのも経験上多いので、味方がやられたらまずは周りを確認して、その後に蘇生に参りましょう。サンダーの音が聞こえたら、味方には申し訳ないのですが、その場を離れて、後でリブートカードをね、拾う立ち回りに切り替えましょう。もう一つ、サンダーを避ける方法が、被弾をもらわないことです。はって思いましたよね。これは、サンダーの被弾の原因が、8割ほどアサルトやショットガンでのダメージをもらって回復する最中の被弾です。難しいのですが、被弾をもらわないという意識があるだけで勝率は変わります。できるだけ被弾を避け、まずは囲って回復する行為をやめましょう。5つ目はランクのポイントシステムについてです。これは
前のランク上げのコツ動画で解説しているので知ってる人もいると思うのですが、ランクを効率よく上げるためのポイントシステムをね、教えていきたいと思います。まずランクでは浮遊島と予測島もポイントに反映されます。なので取れるのであれば浮遊島と予測島はね、獲得しましょう。続いてランクでは前半よりも後半の方のキルポイントの方が大きいので、なので前半で敵を詰めるよりは後半でね、確実にキルを獲得しましょう。最後に今回解説した内容を簡単にまとめてみました。まず今シーズンはサンダーが強いので、先ほど言った内容でサンダーを食らわないように意識しましょう。戦うときは味方と自分が見合える距離感を意識しましょう。また浮遊島と予測等はできれば獲得して、キルなどは前半ではなく後半で狙うようにしましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はランクを上げる上での豆知識や気をつけた方がいいことを解説しました。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。この後は裏で流れてるランクの試合をご覧ください。どうぞ。試合でチャンピオン3人、サッカーあるんだけど、えっバカ行くぜ。誰か突ってほしい。いや間違った、終わった。これ私に何してた。はっはっ、やたらとそれやった。ナイス、出す。もう一人飛んでるよ。やたらた人やった。あっ、ないね。ティガレス俺100入れてるよ。待って、ラストね、それ。俺回復するわ。ナイス。ナイス。どこに行く？あ、これ戦ってるわ。足音マーク、めっちゃ近いんだけど、俺マネージャーなんだ。ここで見える。突進するわ。100、ナイス。ボックス。ナイス。ごめんなさい。これ普通に一瞬でいけるしな、この川のおかげで。何で？いや、どうか。ハハ。結構いるな。100？できず終わった。ナイス。ボクソツ。エタツマク。ナイス。俺の方。待って、これチャグロックもらおう。いいっすよ。ボックス。あ、走った。ナイス。あ、もう一人だけど。ジェイク取った。それ、そこにいる。やった、ヒロ落とした、ヒロ、やっと。今回復中。落とした。ナイス、マスキ。まだいる、俺とこ。もう一人100、もう一人100、もう一人取り100。マスキ。あれ逃げれる？落とした。ナイス。ぶつくわ。めっちゃ落とすやん。いったったった。この壁裏いるよ、壁裏いるよ。やった。ナイス。オッケー、そっち行くわ。逆が来る。ちょっと切った場所。マジ。そこで噛めないですね。そこでと思ったよ。うん、俺逃げるのかと思ったら、いきなり空中で止まるからさ。こ。あ、目の前にボール。スコープなし当たるわけないこれ。60、割った一人やった。俺こっちやりに行くわ。戻った。やった。やった。他のメリボールよ。気をつけて。オッケー。マジこれスコープなしむずいな。一番むずいだこれ。やんね。60。あ、ドンマイス。ここラスト木の裏。100。ナイス。やばい、今ヘッド絶対抜けた。やらかした。あ、ごめん、やった。ナイス。逃げてる、逃げてる。
やばい、スナイパー。おい、ずらすなって俺の感覚をよ。110。やばっ。60対空。いや、対空で音。え、キル取られちゃうんだけど。それ、ペッパだったの？サンダーのやつ、それにぶつかって60だった。ペット？ナイス。100？えぐい。で、オーマイガー。やばすぎ。待って、木の上いる。やばい、あいつ。どこ？降りた、降りた、木の上。ここ。あ、顔出せ。あ、味方、オーマイガー。左もいる。左も泳いでるわ。もうみんなあれシュイーンシュイーン使うから抜けねえよ。あ、やっちゃった石中。え、やばい、ヘッド。よし、それはえぐいですよ。こちらよ。やばい、俺めっちゃ当たれる。ラスト。それな、でも俺ら38キリしてる。俺40キリできる。クリアで40キリです。やっぱ詰めて欲しいかも。来た、また追撃された。もうやめてよ。今度は当てないで。そっちにもいたの。今度は当てないで、俺も回復しないから。100？ それ100抜いてるよ。こっち。100？ もう一人100。よかった。ナイス。ラスト100入れてる。え、これファイヤーバード行こう、俺。はい。ポン。終わった。ファイヤートルネードアタック、スペシャルポニオザファイヤー。あれ40キル？すごくね？えぐい。初かも40、今シーズン。スクワットであったよね。でもトリオで40はあんまなくね。うん、あ、これワンチャン。え、98。おい